チャットを読んで、今回はね、風船と水である実験をします。この風船の中に水を入れて膨らむかどうかです。膨らんでもいいじゃん。じゃあ、やります。まずはこの風船を、風船の口をこうやって膨らまして、よいしょ、こうしてちゃんとくっつけます。そしてですね、この蛇口を引いて入れますと水が出てきています。いやいいね、こういう感覚ですよ。いや、これね、とっても楽しいよ。この感覚がいい。3、2、1